前頭道は前頭骨にある空道で微球の後方に位置する副鼻空の一つ、粘膜で覆われている。副鼻空の発生は胎児の時から始まるが、上顎道と古い骨道のみが出生時に存在しており、前頭道は存在しない。その後、年齢に応じて大きくなっていくが、前頭骨は出生時には膜上であり、2歳時に骨化するまで滅多に感応しないので、 それ以前にこの構造を X 線写真上で確認することはできない。7歳から8歳の間に非常によく発達し、思春期には完全に出来上がる。左右対称であることはほとんどなく、隔壁はしばしば成虫のどちらかにずれる。およそ5%の人は前頭道を持たない。平均的な大きさは高さ 28mm、幅 24mm、 奥行き深さ2 0ミ、mm、リメートルで6から7ミリリットルの空間を持つ。開口部は微前頭管を通り、古い骨老頭を越え、中微道につながる。前頭道の粘膜は、目神経の枝で接合副交換神経である、眼下上神経に支配され、粘液性分泌物を出す。眼下上動脈、前古い骨動脈により、栄養を供給される。その豊富な粘液酸性により、 前頭道は、鼻の免疫防御や空気ろ過における重要な部分となっている。鼻腔や副鼻腔の粘膜は、専毛細胞で、粘液を、ご微光を経由して、最終的に家へと送る。分厚い上層は、細菌や粒子を捉え、免疫細胞、抗体、抗菌タンパク質を多く提供する組織である。その下は、薄い気質で、専毛が上層をご鼻腔へと送る。 前頭道は眼下や頭外空に近接しているため、その炎症は眼下八素炎や鉱膜外農用、鉱膜下農用、髄膜炎といった深刻な合併症を引き起こすことがある。この記事にはパブリックドメインであるグレーの解剖学第20版998ページ本文が含まれています。ありがとうございます。